どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。やっていきましょう。俺のサクサクセスシーズン S、 視聴者様からのリクエストにお答えしていきたいと思います。今回のリクエストは山村さんからのリクエストですね。ワンチェンミン選手を作っていきたいと思います。前回に引き続きですね、再挑戦となります。右投げ右打ち投手3クォーター9ぐらい、チームは続けてロッテでやるとね、野球は2号が出る確率が非常に高い、まあので、ちょっと期待しようかなと思います。どうしようかな。神竜カードでいいことを起こして神竜ヒーリングでいってみようかな。ちょっとだからなんか特殊ステージ狙いですよね、神竜カード持ち込みの。そんないいことが続きゃいいですけど。よし、来た来た、進化来た。あーやった、待ってました、この時を長年待ったぞと。進化がないないと、今までもう嘆き苦しみあえぎ、ようやくこの場に立ち尽くし、なんとか到着。シンカーが欲しかった、ここまで。強引にもうやってきます、これ。いい選手にしてこう。ほい。ちょっとやる気あげてえな。ちょっとハテナいっちゃおう。はい。いやーだ、おっと!よかった、早速神竜カードが働いてくれる。ありがたい限りでございます。ほい。伊藤監督にも会っとくしね。結構いいんじゃないでしょうか。とりあえず、どうしよう。やめとこう。ほい。オッケー。よし。この選手絶対成功させんぞ。ステージ2。先発タイプとして球速もかなり高い水準に持ってきたいから。あ、嫌な予感。いや、まあ、あってもそれはそれで。オリジナル変化球でもまあ、それはそれで。武器っちゃ武器だから。まあ、何よりなんかこの方向でやる気を上げたいし、ちょっと。はい。よし。ヒーリングがあるから、ちょっとこういう無理な動きもできるんだな、これが。高速系が多いんだな。となると、ストレートがあればあるほど、良さげになりそうだ。まあ、球速上がるしね。おっしゃ、おい。まあ、そのまま、高速進化で行きましょう。ほい。涌井選手、牽制丸。ほい。いいね、上がってきた。よっしゃ。で、これで、青総取りでいいかな。ゴール。やめとこう。ハテナは無理やみに取ることもない。ネクスト、ステージ3。さあ、初っ端なハテナで何が来る?金縛り。カレンさん来てからってのがやっぱりありがたいんですけどね。まあ、しょうがない。とりあえず、まあ、体力もあるし、思いっきりハテナやってってもいいんだよなっていう。ただ、先になんか、青を取ってからの方がいいと見た、これは。そっちの方がいいでしょう。万が一青がなくなったり赤になったりしたら嫌なので。まあ、あくまで本当に確率の話なん、確率っていうか、たらればの話なんで、おっと、これはラッキー。ほい。野球いじんねん。闘志根性。うん、いいんじゃない?で、よいしょと。2、3と。で、球速取って、とりあえずゴールしとこうかな、ここは。ゴールで。まあ、変化球も伸びましたし、いいんじゃないでしょうか。さあ、ネクスト、ステージ4。マップの形がどうだ、これ。でも、第2種変化球。オール球速にすべきか。まあ、まずはこれで。で、こうだ。よし、来た。いいぞ、これ。なかなかありがたい。これは、オール、危ないか、これ。ちょっと考えましょう。1、2、3、4、5。きついな。うまくこう、カレンさんのロックオンを避けない。野球超人ね、ありがたい。変化球伸びてほしかったな。で、ちょっと逆にここで歩数稼いで、宝箱。野球間を待つっていうのも手だよな。ほい。野球いじんねん。クイックし、クロスファイヤー。もう最悪だ、これ。一番やっちゃう。もう勘弁。ほい。とりあえずちょっともう、カレンさん避けるか。ほい。いやー、マジか。あんなとこ行く?普通。運がなかったな。はい。金縛り来い。金縛り。まあ、それはそれで。こっちかな。なんだこのマップの形よく見たら、ちょっと本当に歪だぞ、これ。でも、どうだこれ。ワンチャンあるな、これ。結果的にまあ回復はしたけど、野球マン、助けてくれー。こっちか。で、行って、おい。何ターンかしのげてんな。はい、シャッフル。遠くへ行け。どっちだ?どっちもどっちだな。こっちとして、
野球マンそろそろ来てほしいな。俺もちょっときついんだけど。まあワンチャンこれ、こうだ。ああ、無理か。いや、全然来なかった。でもこれでもしかしたらちょっと、神竜でダメージゼロとか、ああ、そんなことはない。うわ、これ、青がなくなったのがよりきついな。無地青引いちゃう時点でちょっと、もう、ないよ。あれ結構いけると思ったんだけどな。ラストステージ5。黙ってカレンさんに吹っ飛ばされた方が良かったかな、考えてみりゃ。でもそれってなんかもう、ダメな気がする。そういう考えじゃ。ほい。まあ、まずは回復で、ちょっとここ、ハテナ行くか、思いっきり。レンチャンハテナで逆転を狙うか。まあ、とりあえずスタミナ取っちゃいましょう、ここ。で、スタミナ。こっちだ、はい。もう赤、しょうがない、これ我慢。おい。宝箱。いいとこ。ムービングファスト。で、うわ、これちょっと本当にうまくやりたいんだよな。何より本当に、野球偉人伝。打たれずさ、重い球はいいかもしれないですね。カット。野球マン2号。絶対会いたいな、これは。絶対条件。野球マン2号に合わないと、ここはもう無理と見る。こっちから追い詰める。よし。ああもう最悪だ。あー、くそ。変化球伸ばす上で野球マン2号に合うのは絶対条件なんだけどな。これはきついぞー。ちょっとうまくカレンさんのロックオンを、ちょっと避けていくしかないな。はい。石川選手。おー、進化方向伸びた。オッケーオッケーオッケー。まだあるぞ、可能性。あ、バカ。よし、耐えた。オッケー、よし。耐えた、耐えた。あ、ぶね、あ、ぶね。あー、ヒヤッとした。で、どうしよう。これはとりあえず宝、こっちかな。回復してて、このハテナ挑戦しちゃいましょう。ほい、急速来い。偉人伝何が来る？か、偉人伝来すぎじゃないか、ちょっと。対比 C、クイック B、クイック B は珍しい。ほい。お、様々、回復。あ、でもまあ、ある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 。まだある、俺には。可能性が。見えてる。見えてる可能性を俺は捨てない。一、もう一回シャッフル。頼む、回復か何か近く。一、二、三で終わりか。あー、休息取って終わりか、これは。いやー、くそー、なんかちょっとこう、もうちょっと早く来てくれりゃな、様々に輝くが。じゃあ、ゴールで。これ、野球マンにね、会ってたら俺ね、ありにしてたんですよ。変化球2段階アップ？これでだから、なんだろう。ちょっと、進化、中継ぎ。なんだこれは。いい中継ぎなんだけどね。絶対これなんだろう。特殊能力がすごいの。牽制丸にクイック B だから、絶対これ、ランナーいる状態で登板したら、すごい活躍するよね。ただこれワンチェンミンかっていうと若干違う気もするんですよね。ちょっと先発タイプとも言い難いし、球速がなんせ足りてないんでね。本人がだから、ちょっと調べてみる限りそうっすね。全盛期が、常時 149.7 キロ。足りないね。最速で 157.7。ちょっと違うな。まあ、進化、また地道に進化探す旅に出ましょうかね。そしたら、別のリクエストにしよう。まあ、同じ進化持ち。で、何かちょっといい投手。右投げ、右打ちの投手で。ちょっと確認。そういえば、ヤクルトの、山中、アンダースローの山中選手はどうだろう。あ、2軍か。まあ、進化あってで、スライダー方向。ありっちゃありか、100、まあ、DC で。うん。緩急もあったよね。確か。まあ、緩急っちゅうか。あるね、緩急。よし、じゃあ、これでいきましょう。はい。じゃあ、ちょっと変えます。ゴリラ近藤さんとチャンネルタイさんのリクエスト。アンダースロー。おっと、危ね、アンダースローにするの忘れてた。プロフィー。じゃあ、ちょっと、変えさせていただきます。フォームを、投球フォーム、アンダースローにして、まあ、1年間回すときは、ヤクルトで回させていただきます。まあ、先発タイプだな。まあ、うん。67だったら正直先発はいけると思う。きっと。そうに違いない。そうだよね。だって、まあ、戦中ですからね。で、DC で、球速はちょっとあれ、まあ、行き過ぎ。まあまあ、こんな感じかなと。とりあえず、じゃちょっと変えていきたいと思います。名前変えて。
まあちょっと1年間回すときはヤクルトで回してって感じですかね。山中と。でもこれでもなんか特殊能力がすごくいい働き方してくれると思うんですよね、きっと。こう、こうの字が成功うどくのこうなんだよね。じゃないし。じゃねえし、普通に。俺何言ってんだ。失礼しました。これだね。はい。はい、完成しました。成功うどくのこうって全然なんか違う。俺なんでそれを風に感じてしまったんだろう。俺なんか、おかしいな。メガネ買い替えたんだけどね。まあ、とりあえず完成とさせていただきます。てめえの目は節穴かなんて言われるのも嫌なんで。とりあえず完成とさせていただきます。ほい。まあ、なかなか面白い選手だと思います。とりあえずね。ワン・チェンミン選手。ちょっと次回はね、なんとか成功させていきたい。投手の時ってやっぱりどうしても変化球がね、来ないんで。変化球来たとしてもなかなかこうしっくり来なかったりするときは、こういう形になるんですが。とりあえずは、1年間回してみたいと思います。見ていきましょう。あ、じゃあアップロードしておきたいと思います。ほい。番号ごちゃです。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。ゴリラ近藤さんとチャンネルタイさんの山中投手のリクエストでした。ということで、それじゃあ次回いきます。とんでもない成績を残してしまった。防御率 4.31、3勝11敗と。まあ、そうね。ちょっとこれは、まあ、とりあえず見ていきましょう。3勝11敗ということで、登板23登板、で、まあ、全部先発登板ということで、ちょっと見ていただきたいんですよ。まあ、これ見ればわかるでしょ、この情報。この通り。上位ここまでですね、6人。これが先発陣なんですね。一番勝ったのが小川投手と、原樹里投手5勝と。10勝投手が1人もおらずという状況でございます。なんというか、まあ、っていうね。そういうことです。はい。完投は1人のみ。クオリティスタートはでも結構したんだね、ということで。奪三振は72。打ち取って取るピッチングだから、まあ、そんなもんでしょう。デッドボール4つ。で、基本塁打は8。意外と少なかった。うん。そうですね。まあ、悪くはないかなと。まあ、ただ、まあ、ねえ、ちょっと3勝11敗っていうのは、まあ、ねえ、ちょっとこれを見ていただきましょう。言い訳になるかどうかわかんないけど、こちら、ヤクルト、今シーズン98敗してます。笑えないよね。98敗かーと思って。なんかやけになんか先発陣が勝ってねえなーと思ったら、こういうことだったんです。ということでね、まあちょっと、もしかしたらチームによっちゃもっといい成績残ってたのかもっていう、ちょっと気もしながら、来年のヤクルトの飛躍に期待しましょう。というわけで気に入っていただけた方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。リクエストする場合は動画概要欄をご覧ください。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。またね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。